超定番和太鼓リズムゲーム太鼓の達人の最新作が Wii U に登場します。今作に収録されている楽曲は新曲含め70曲、マリオなどのゲストキャラクターも多数登場します。これまでのシリーズ作にも登場していたので30周年だからというわけではないと思いますが、ルイージも登場するそうです。今作では画面の太鼓を指でタッチして遊ぶゲームパッドならではのプレイスタイルで遊ぶことができますし、このモードならテレビを使わずにプレイすることもできます。また4人までのマルチプレイが楽しめるのも本シリーズの魅力の一つですが、今作にはバトンタッチ演奏という新モードが搭載されているそうです。バトンタッチ演奏には最初のプレイヤーから順番に演奏を交代していく順番交代と、ランダムに演奏を交代していくランダム交代があり、ランダム交代ではいつ自分が指名されるかわからないスリルを味わいながら、みんなで協力して1曲を演奏する新しい達成感が味わえるとお聞きしています。そして今年太鼓の達人シリーズ公式応援団として桃色クローバー Z さんが就任されたそうです。今作にはオリジナルコラボ楽曲桃色太鼓ドドンガ節が収録され、メンバーの踊り子も登場して演奏を盛り上げてくれます。なんとドンちゃんもももクロドンに変身するそうです。バンダイナムコゲームスさんの太鼓の達人 Wii U バージョンは11月21日発売予定です。発売日から追加楽曲のダウンロード配信も予定されているそうです。